そういう世界なんですね。はい、カードさん、いかがですか、もらえます？まあ、もらわない以前にですね、はい、まず体験してもらいましょう。あ、はい、いいんですか？え、やれるんですか、今ここでですか？はい、ここで。あら、あら、ですってお二人とも、はい、よかったですね。もうホラーゲームね、バイオもガンガンやっていただいてるんであれば、はい、もうクリアもね、がっつりいけると思いますので。あ、本当ですか？はい、ではぜひやっていただきましょう。じゃあステージ上ちょっと準備をさせていただきます。はい、できんの？どこで？ここで？これで？いや、楽しみですね。そうですね、今もうでも前からやっていただいてるっていうことですからね。そうですね、はい、まあ、システム全然変わってますけどね、ここね。はい、むしろね、安藤さんやってたの多分豆腐とか2の話だと思うんで、今回近いところあると思うんで、案外いけるんではないかと。なるほど、じゃあそういったところもね、確認していただきたいと思いますが、ちなみに今回はどういったシーンをプレイしていただきましょうか。これゲーム本編の一部なんですけど、まさにこの食卓のシーンから始まるところなんですよね。はい、で、このベーカー家の食卓に捕まって、うん、逃げるチャンスを唯一見つけて、そこから脱出しようという、そういうシーンです。じゃあ早速、はい、どうしましょう、どちらにプレイしていただけますか、安藤さんとカズレーザーさん。じゃあ私でいいですか。私、はい、足が、もうね、目の前にコントローラーあるから、じゃあカズレーザーさんにやっていただいていいですか。はい、お願いします。お願いします。前進みながら波動拳で昇竜拳ですよね。いや、違います。何か違うものが、これで、あ、すげえ、すごい、これ一緒だわ。さあ、それでは死んでる。ゲーム画面の方、モニターの方出してもらえますか。はい、皆さんにもね、ご覧いただきましょう。ほら、安藤さんが食べてた、食べてましたものがありますよ。めっちゃ散らかって、片付けりゃいいのに。そこなんですね、見るところ。すげえ散らかってんじゃないですか、こんち。うわー、なんこれ、うわ、絶対、ちょっと後ろ気をつけない。おお、え、うわ、家、あ、まあ、なんかある。お、あれ、さすが、ないんかい、ないんかい、ないんかい、ただの布です。すごいな、布が入ってたようです。なんか物取りしてるみたいですね。あ、なかったよ。ルイジアナ。真剣に読んでいただいてます。これも別に重要なアイテムないってことですか。そうですね。あ、そうなんですか。情報ってことですか。なんだなんだ。あ、いっぱいある、いっぱいある。ノコギリ。買えるんですか。レシートですね、これ買い物。なんか。でもちゃんと一個一個アイテムをチェックしてくださってますね。普通にね、探索してくれてますね、今ね。そうですね。まだね、またいつ戻ってくるか分かんないんで、早く逃げた方が。いつ戻ってくるか、誰が来るの？まあ、食卓から逃げ出すっていうのがポイントですからね、今回のこのシーンは。食卓から…あ、なんか…あ、なんかあった。逃げ出すということは誰かが追ってきてるということです。なんだ、あ、開かないのか。はい、鍵が開いて。あ、なるほ ど, なるほど。ちょっと打撃でどうにかなんないのこれ。まあ、カズレーザーさんらしいですね。本当ですね。あれ、出口が全然わかんない。あ、こっちですか。そっちじゃない、そっち行ってみたい。あ、走った走った走った。操作性はいつもの。うわ、うわ、ドタバタ。うわ、おぉ、この人見つかるとまずいんで。いやいや、話せばわかるって。ちょっと待って待って待って、話せばわかるって。後ろ向き、後ろ向き危ない、はい、見つけてないからね。どうしたらいいのこれ。どうしたらいいんですか。だって武器持ってないでしょ。丸腰でしょ今。丸腰で、今丸腰です。ちょっと来てるかどうか覗いてみてもらいます。はい、うん、あ、いないチャンス、ね、チャンス、ほら、いないから。でもいるんじゃないな、そこに。え、だって今どっか行ったんじゃないの。あ、やだ、なんか落ちてますよ。あ、鍵ある。あ、お、床下の鍵、はい、床下の鍵をつけました。ちょっとなんか音がしますよ。逃げて逃げて、見つけたい。え、どこにいるの。誰、どこ、今の人。あはい、いた。お、頼む、助けてくれ。お、エディマフィーですね。あんた、ここの人間なのか、つまりこの家に住んでるのか。俺が、そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ、うん、まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ、うん、そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。
いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してる。すごい。疑ってるわけじゃないか。喋ってる間も動かずに。あんたみたいなよそ者が関わってないと思う、言い切れないからな。分かったよ、何でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。どうかしてんじゃないか。保安官、保安官補佐だ。保安官補佐、はい、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか、アメリカ人みたいな言い方すんな、ね、いや、アメリカ人でしょ、多分、ね、そう、そういうギャグだから。アメリカンジョークだね、うん、ポケットナイフだって。いや、銃くれや。これで十分だか。パッと見てよくわかったな。ほら、さっさとガレージへ行け、はい、今すぐ行きます。ガレ、ガレージがね、後ろを振り向いていただいて、ナイフでどうしろってんだ。本当だよ。これ、こうですか。左、あ、なんかあるよ、いいの。資金 R2 で、 R2、 お、なんかある。あ、ハンドガン。え、これでいいですか。はい、お、お、あ、便利、役立ちましたね。なら、よかった。すごいね、リアル。おお、おお、開いた。 おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。まあ、そりゃそうだ、あんたもだ。俺は仕事だ、いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ、言っても信じるわけないさ。答えろ、おい、シャッターを閉めるんだ。か、え、はい、ちょっと倒さないの。完全にあのキッチンで追いかけっこしてる間に時間がなくなったじゃないですか。残念ながら、はい、このあたりでプレイは終了になります、はい、ありがとうございます、さあ、それでは元の位置にお戻りいただいて、はい、はい、どうぞこちらが。さて、カズレーザーさん、いかがでした、はい、プレイしてみて。いや、そうですね、いいとこに来る前に時間が来ちゃいました、ね。もうちょっと多分見せ場だったんですね、穴とか。もうちょっとあれですね。全然うまくいかなかったですね。いや、あの、でも初めてプレイされた方としては、はい、本当に良かったと思いますよ。はい、なんか、はい、前のバイオハザードってなんかこの辺から見てましたよね。俯瞰から。そうなんですよ、はい、もう自分の視点なんですね。自分の視点に変わってるんですよ、はい、なので、今まで以上にその没入感っていうのはすごく感じてもらえるんじゃないかなと思います、はい。もうプレイ画面を見ていた安藤さんもね、はい、もう隣で、ああ、ああ、切られたとか。いや、しかもすごいんですよ、なんかこう主人公が向くと、この聞こえる音とかも、全部こっちで聞こえるのはこっち。気づきました、はい、お、すげえと思って。サラウンドに、サラウンドになってた。あ、そうなの。うちのね、サウンドスタッフがその話聞いたらものすごい喜ぶと思いますね。あ、ですか、はい。でどっちにジャックはいるのかとかもちょっと分かるんですね。あ、そうですね、なるほど。じゃあ本当に絶対 VR でやった方がいいんですね、これ。あ、そうですね、絶対いいですね。 VR だともっと本当に上とか下も分かるんですよね。だから 床下歩いてるとかは、上に歩いている感じとかが、うわー、怖っ。さらにあのプレイステーション VR っていうね、あのハードを使うと、もうその空間を感じることができますんで、もう没入感半端ないです。空間を感じる、はい、プレイステーション VR っていう、はい、これですよね。そうなんですよ、はい、もう VR でもその空間を感じてですね、さらに恐怖は高まっていきます。はあ、はあ、すごいね。一人じゃできないですね、じゃあ。ちょっとね、ちょっと怖いね、あれね。すごい怖い。カズレーザーさん、ものすごいなんか淡々としてましたけどね。いや、すごい冷静でしたよね、はい。まあ、そうですね、撃たれても僕が痛いわけじゃないと思うけど。すごい割り切って、まあまあ、ね、はい、うん、なるほど、いや、もうね、本当にお二人にもさらにプレイしていただきたいなと思いますので、うん、ぜひ製品版発売になりましたらお買い求めいただいて。あ、ぜひ買います。ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、はい、プレイしていただけたらなと思っております。ありがとうございます。さあ、ということでですね、あっという間にお時間ということですので、うん、最後にお二人から一言ずつメッセージを伺いたいと思います、うん、じゃあ安藤さんからお願いします。はい、もう今まで以上にもう臨場感が、うん、と見た目も本当本物みたいに見えて、うん、すごい感情移入も入りやすいというか、感情移入も入りやすい、おかしいですね、頭が頭痛みたい。そうですね、うん、馬から落馬みたいになってたけど、そうですね、うん、感情移入できやすいというか、うん、本当に一人じゃできないと思います、これ。私怖いの大丈夫ですけど、はい、怖いの大丈夫なのにできない、それぐらい大丈夫なんだけど、ちょっと怖かったですね、そうね、うん、リアルすぎる。めちゃくちゃ超合金のお二人だったらもうがっつりできそうですか、二人いれば。まあ、そうですね、二人いれば大丈夫ですね。あの、一人だと難しい、怖いということでしたんで、二人だったらこうがっつりやっていけるんじゃないかなと思うんですが。そうですね、 VR してたら、まあ、うん、お互い二人で見れるのかな。あ、二人でこうやってて、うんうん、
まあ、それ誰かに見られたらもうやばいけどそれはマスカーになりますね、うん、いやでも本当に皆さんにぜひやってもらいたいと思いました。あ、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、カズレーザーさん、お願いします。そうですね、ここで僕が多分宣伝しなくてもこれどうせ1億2000万枚ぐらい売れるんですもんねすごく国民全員がどうせ買うわけですもんね、これ買うでしょうね、これは。こんな面白いゲーム、うん、売れないわけない売れないわけないですもんねはい、はい、頑張っておりますけれども、はい、いかがでした、遊んでみた感じで。いや別に直感的に動かせるのいいっすね。 ありがとうございます。なんかだいぶ僕昔のバイオハザードからスパン空いてたんですけど、それでもスッとできるんですね、うん、直感的なことが楽でいいっすね、うん、意外となんかもうスッと入っていきましたって、ね、うん、波動拳出ませんけどね。波動出ないですね、はい、隠しマンダリ出せないんですか。残念ながらちょっと練習がありますね、波動拳は。いいっすね、やっぱ薬かけたら足くっつくしんだけど、あれは、あれは一見の価値ありますね、あれ、うん、あれはね、理由はちゃんとあるんですよ。あるんですね、はい、そうですね、まあ、あのシーンではもう主人公自体も、はい、なんでみたいになってるんですけど、はい、まあ、そのうち分かるようにはなんでと思いながらよくかけてみましたね、あの人もとりあえずかけてみようと思ったんでしょうね。とりあえずもうやることないからかけてみたんですね、まあ、でもあのシーンは大体あの初めて見た人みんな笑いますんで大丈夫です。そうなんですね。でもあれが伏線になってちゃんとあるあれが処理される、回収はされるんですか。あの秘密も全部、そうですね、この後、はい、明かされていくわけですよね。へ、ネタバレになっちゃうと思うんですけど最後どうなるんですかちょっと聞きたいですよね。それはさすがにね、最後どうなるんですか、すいません、ちょっと、はい、後でごめんなさい、それは、はい、気になるな、はい、ということでね、カズレーザーさんももう一押ししていただけるような、はい、ゲームということでよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。さあそれでは皆さん今一度どうぞメイプル超合金のカズレーザーさん、そして安藤夏さんに盛大な拍手をお送りください。お二人ともどうもありがとうございました。でした。はい。失礼します。